霊夢さん、今回はアムロの恐ろしさについてお話ししていきたいと思うのですが、翔星さん、よく議論されるアムロの強さだね。ファーストから登場してくるキャラクターで未だもってね、強い人気がございます。今回はそんなアムロについて。はい、それでは皆さん見せてね。あっという間に強くなったガンダムのパイロットといえば、やっぱりアムロ・レイだよね。元は普通の民間人だったけど、そしてまだニュータイプに覚醒してない状態でも、彼はギャーの部隊と戦って無傷で終わったことは化け物としか言いようがないね。もともと普通の少年でしたから、逆に他のシリーズの主人公たちだと、例えばヒーローはテロリストとして幼少期から育てられたしね。キラは遺伝子操作されたコーディネーターでございましたから、何もないところからあの強さに行ったことが本当に恐ろしいよね。さらにモビルスーツで戦艦を撃墜したり、やることもとんでもないと、常識を超えた何かが彼には存在しているようです。戦闘の神、 MS 操縦の神、あの複雑なコックピット内であたかも車を運転するような感じで機体を操る姿などは、やはりとっても神がかっているよね。ガンダム界の神なんでしょうか。もちろんアムロ自体常に無双していたわけでもないからですね。ビグロに殺されかけたこともありますから。まあでもやっぱり彼の能力は本当に強くて、例えばまだファンネルの概念がない時代に初見でファンネルより大型なものを先読みで撃ち落としたりですね、ダーベルで切り落としていたよね。ですから恐ろしいですよアムロは。アムロの場合、攻撃を回避するんじゃなくて、むしろすでに回避運動をとってるっていうのが恐ろしい。先読みなんてジオン軍病死も絶対にアムロとは遭遇したくなかったでしょう。ミサイルの弾頭切りなんかも反射神経が噛みすぎてすごかったね。ですね、やっぱり一年戦争のアムロがすごいのは、蛍光火器とビームサーベルだけで回避してから攻撃を当てる、それだけで生き延びてきたところよね。あの当時は例えばフリーダムみたいに多彩な武装があるわけでもないですし、バスターライフルとかサテライトキャノンみたいな高火力兵器もなかったからね。本当にシンプルで大して火力もない中であれだけの戦績を残せたのは、やはり彼のパイロットとしての能力がものすごく高かったからでございましょう。アムロの先読みに関して興味深い考察がございまして。どんなの？ウエスの件なのですが、ウエスはアルパジールに乗っている時、アムロが回避先を先読みして撃ったライフルを、経験のない素人パイロットだから全く回避運動しなかった結果、当たらなかったらしきシーンがあるらしいのですね。つまりもしアムロに勝てるとすれば、戦闘慣れして普通はこうするという行動を全くしないパイロットが奇襲すれば勝てる可能性はあるかもしれないですよね。でも奇襲で倒せなかったらユネイみたいに即癖を見抜かれて終わるだろうね。アムロのニュータイプ能力ですが、戦闘に利用しているというよりは、戦闘能力が発達した結果ニュータイプの領域に到達したという感じだと思うのです。確かにね。あと超人的なニュータイプだから相手のいる場所とか存在がわかるから先読みで簡単にってことでもなくて、パイロットとして目で見て情報をもとに判断して経験も合わせて総合的な結果で先読みもして戦ってるんだってちゃんと描写してるんだよね。ですから単に先読み能力があるから強いということではないと。さらに機体性能に頼るパイロットもいますが、彼の場合ガンダムの性能自体はもちろん性能は高いのですが、ゲルググやドムと比べて特段圧倒的に高性能というわけではございませんでしたから。だね、ビームサーベル一本だけで MS から MA まで倒しまくってるからね。最初の頃はですね、当然被弾も多かったわけですが、そしてガンダム性能を利用してゴリ押ししてたけど、だんだん経験を積んでいくことで恐ろしい戦闘能力を身につけていきましたから、
無双するパイロットは多いけど、操縦シーンとか MS での動きでの説得力でアムロを超えるパイロットはなかなかいないんじゃないかな。初期の頃からシャアと戦う回数が多かったことも彼を鍛え上げたでしょうし。通して強くなった上でのニュータイプ。予知、そして超反応ですから。誰が何をしてくるかわかるからね、恐ろしい。そしてそれがですね、相対的にスローに見えてしまうわけですから。アムロを被弾させることは難しいよね。ですね、格闘兵装のビームサーベル2本で正確に機関部を貫いて戦艦破壊とかですね。すごすぎる。格闘兵装で戦艦を落とした MS はいくらもいると思いますが、明らかに火力の足りてない武器で急所を刺して落としたのはアムロくらいなものでしょう。このあたりの描写とか、やっぱりアムロが強いと思われているのは、こういう操縦している描写がうまいからというところがあるよね。視聴者の目に強い、うまいという印象がより強く刷り込まれていくのでしょうね。コクピットの操作描写とか、戦況の説明とか。最近の作品だと、こういった描写が少ないですから。仮に作中の戦果がすごくても、アムロよりすごいというイメージが湧きにくいことがあるかな。はい、霊夢さんいかがでしたか？こうやって見てくると。やはりアムロは相当な強さを誇っていると。そう考えてしまうよね。実際、そのようなことを裏付ける描写も多いですから。そのことからも、より他の作品のパイロットよりも、イメージとして強さが引き立つよね。はい、それは間違いないことですね。そして、単にニュータイプだから、強いってこともないから。むしろ、そこに行くまでの過程もすごかったですから。本当に。誰もが好きなキャラクターがいて、強さ論議も変わってくるのですが。お互い、それぞれの思想を持つことは、良いことだと思うよね。今回は、アムロ・レイについてお話ししてきました。動画を見て、何か感じたことがあれば、コメント欄に書いてくださいね。それでは、レイムさん、そろそろ終わりましょうか。視聴者の皆様、動画を気に入った方は、チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。